あの、実は今どうしても980円、微妙な金額やね。そんな高くもないし、いいよ。え、いいんですか。どうぞ。ありがとうございます。助かりました。980円、何があったんやろ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃ早速マンションへ。さあ今回ハートマークはないっすね。ないっすね。もやもやかな。はい、キャンディーさん入るよ。ちょっと誰かに電話しよったっぽいけど。お腹すいた。ちょっと待ってね。脂っこいものが食べたい。脂っこいもの。この辺脂っこいものって。脂、じゃがバタ。脂っこいもの。天ぷら？天ぷら？はい、これでどうでしょう。どうすか。唐揚げとかでもよかったけど。お、すごく美味しかった。よかったよかった。キャンディーさんはまだ小夢さんと結婚はしないんすか？結婚はしないんすか？化粧品セット。はい、どうぞ。道具、化粧品セットをプレゼントしました。心が優しいんだね。めちゃくちゃ優しいんやね。もらい泣きってやつや。お。ネイルしてるよ、ネイル。いいね。いいね、いいね。はい、そして、ヨミさん。同じ髪型の二人が。はい、入るよ。どうもどうも。お久しぶりです。ヨミさんも、さっちゃんとはまだ結婚しないんすか。頭の中を見てください。はい。何？当然、さっちゃんのことを考えているんだろうね。鍵？なぜ鍵なの？え、なになになに？怖いんだけど。さあ。なんか昔結構さ、あれじゃない？鍵付きのノートとか流行ってなかった？私持っとったんやけど。よく言われますが、まあ、特に鍵をかけとったことはないけどね。日記とかによくあった気がする。交換ノートとか日記とか。はい、それじゃあピザでもどうぞ。いただきます。去年のクリスマスはピザを食べたよ。ケーキもやけどね。どうすか。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。お礼にこれはギリチョコないよね、そういえば。なぜなんだ。お、実用品旅行券をもらいました。ありがとう。これは自分たちで使うべきじゃないの。いいのもらっちゃって、まあ、ありがたくもらっていくけども。はい、そして翔太くん、どうした。翔太くん落ち込んどるよ、キャンディーさん。なんかすごく悲しそうよ。もうダメです。どうしたどうした、何があったの。お腹の調子が悪いです。こんなことでくよくよしてはいけない。まあね、でも痛い時は本当にめっちゃ痛いけんね。他人から何を言われようが痛いけんね。どうすか。思うけどこれいつもさ、お腹痛い時とかって瓶の薬丸ごといきよりよね。飲みすぎじゃね。大丈夫な量あればいいってもんじゃない気がするけど。お礼にこれもあげます。よい。必要品、風邪薬をもらいました。ありがとう。薬の代わりに薬を。信頼していいと思うよ。さっきもね、めっちゃ翔太くんのこと言いよったし。かけがえのない人。よき。よきよき。はい、それじゃあ、サンマの塩焼きでも。どうぞ。はい。どうすか。まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。はい、そして。なんか今度は遊びたいって言うけど。とりあえず、マナリさんのところに。見えてるそれ。めっちゃカチャカチャやってたけど、見えてるの？アユナのそっくりさん、お久しぶりです。使い捨てカメラが欲しいです。お、なに？写真撮ってくる？いいね、いいね。デート写真とかでいいよ。
もうね、他の住人さんを写すよりは。どんな写真を撮ってきてほしいですか？この選択肢の中にデート写真っていうのも入れてほしいよね。はい、住人の写真で。ちょっと撮ってきます。いらっしゃい。さあ、どんな写真かな？こんなのが撮れました。どれどれ？お、え、ちょっと待って。黒影さんめっちゃ切れとんやけど。もうちょっとなんか、もうちょっとなんか画角どうにかならんかったんこれ。タイトルは大いなるあれ。どれよ。どれ。80点。うん、ちょっとよくわからなかったから。てかどこから写すやんあれ。天井にぶら下がっとるとしか思えんねえけど。まなりさん寝転んでなかったしね。無害感とはつかず離れずの関係も楽したいです。アイタン君今一緒におったよね。何そんな微妙な距離感で降りたいの。はい、ゆで卵どうぞ。別にめっちゃ仲良しでいいやんね。え、だって関係性的にはどうなん？結構美味しかった。よかったよかった。ほら、関係性的には超楽しい。いいやん。全然いいやんね。もっともっと仲良くなってもいいんよ。つかず離れずの距離って言うけど、これ物理的な距離はめっちゃ近いんやけどね。はい、それじゃあ、アウンくん入るよ。お久しぶりです。お久しぶりです。どうもどうも。お腹が空きました。お、お腹が空いた。サンマの塩焼きでも。はい、どうぞ。いただきます。どうすか。すごく美味しかった。お、よかったよかった。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、一応エコーもらいました。ありがとう。結構薬系はもうカンストしてるけんな。年上からの受けがいいんです。年上受けがいいのはいいことよ。ことは年上の女の子とくっつくかもしれんね。この先、まだ恋人おらんけん。どの子が年上なんだかちょっとよくわからんけれども。はい、ミカちゃん入るよ。こんばんは。こんばんは。どうも。旬と仲直りしたいです。あ、そっか。まだ喧嘩したままだ。仲直りしてして、ぜひぜひ。ほら、旬くんめっちゃ落ち込んどるやん。ミカちゃんなんかすごい楽しそうに犬と戯れよったけど。さあ、これで旬くんは。やっぱり、こっちこそごめんなさい。許してくれるんだろうか。仲直りしませんか？勝手だなぁとか思われん。はい。おお、よかったよかった。優しい。優しい、しゅんくん。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできてほっとしたらお腹もすくね。仲直りできました。お腹もすくね。お礼にこれもあげます。ほいほい。商品スライドパズルをもらいました。ありがとう。に、旅人と話をするのが楽しみなんです。こうやっていろいろと世界を広げていってくださいまし。はい、骨付き肉でもどうぞ。どうすか？すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。お、そしてレベルアップも。いいね。道具でシャボン玉セット、はいどうぞ。道具シャボン玉セットをプレゼントしました。はい、それじゃあ、あとは遊びたい子たちかな。はい、アイナちゃん入るよ。遊んでください。遊びましょう、ぜひぜひ。キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。はい、スタート。口紅、欲しい。はっ、やったね。よし。リップマニアの私としては。でもほんとね、もう気になった口紅すべて買っていくけんね。やばいよ。私、前にね、ツイッターにも載せたんやけど、またさらに増えていきよるけんね。お宝口紅をもらいました。ありがとう。
対使い切れんやろっていうぐらいの量の口紅が家にある。もっともっと綺麗になりたい。もっともっと綺麗になりたい。女の子なら当然の欲望やね。大丈夫、なれるよ。はい、いただきます。しかし食べるものは豪快に骨付きにくれ。食べても動けばいいよね。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。なんかこう動かずに食べずにってしよったら健康的によろしくないけん、もう食べて動こう。はい、猫レンタル券でもどうぞ。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。はい、そして翔太くん、さっきからね、遊んでって言ったもんね。私が部屋を出た瞬間から。はい、遊ぼう遊ぼう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。超アップクイズ、第1問。第1問。これは何でしょう。レシート?とりあえずなんか文字が書いてる気がするけん、レシート。レシートです。なんなんやろね、なんて書いとんか、読めたらいいのに。第2問。これは何でしょう。わからんけど、色的に IC チップ。超アップクイーン、最終問題。最終問題。これは何でしょう。キャビア。答えは。上の部分がキャビアやね、きっと。オッケー。キャビアでした。透明な器に入ったらとはちょっと思ってなかったけど。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。よし、どれか選んでください。じゃあ中間で。お宝、バラをもらいました。あー、一番小さいのが良かった。指輪欲しかった。はい、それじゃあ、お、リクくん入るよ。遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。食べ物お宝ダブルシルエットクイズ。刀と2つのシルエットはそれぞれ何のアイテムなのか、3つの選択肢から2つ選びましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問。これは何と何でしょう。焼きナスかステーキかがちょっとよくわからない。とりあえずステーキと臭い靴下で。答えはステーキ四角い皿やったかな。あー、焼きナスやった。皿でしか判断できないものはきついです。普通にきついです。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。夜になるとなぜかテンションが上がります。夜のテンションってやつやね。こう友達同士とかで一緒におっても夜になったらテンション上がることめっちゃ上がるよね。楽しいけんいいと思う。どうすか。まあまあ美味しかった。お、レベルアップ。みんな結構レベル上がってくね。よきよき。サンドバッグで。はい、どうぞ。道具、サンドバッグをプレゼントしました。さあ、それじゃあちょっと、ミニニュースを見てこようかな。ミニニュース。無事になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。あゆな島に観光坊めいちゃん、めいちゃんがオープンしました。どんだけ同じ店ができるねって感じだけどね。いつも常時100種類以上、常時100種類以上はすごい。大石焼パンや練り消しパンが並び、一番の自信が、俺が練り、あ、あの右上のやつが練り消しパン。マジのみに聞きました。でも確かにキャラクターを模したパンとかって結構売れるよね。アンパンマンの形したパンとかさ、亀の形したパンとか結構売れとるもん。はい、子供がいっぱい買っていく感じかな。ライトルがお伝えしました。ありがとう。はい、そして今回も歌の歌詞をね、送ってきてくれた人がいるので歌を聴いていきたいと思います。この曲がね、今回はグループで、今までにあったグループなんやけど、はい、チームあゆなのファーストソング。これは新年一発目の歌ということで、ファーストソングね。みんな晴れ着姿で歌ってもらいます。いいね。男の子の袴と女の子たちの着物。よきよき。女の子たちのリボン率結構高い。
よろしく、みんな新年。去年もライブやプレミア、いろいろやったりしたね。みんな新年、ハッピーニューイヤー。あゆなチャンネルをよろしくね。いいね。いいね。そして、アスムの顔を久々に見たような気がする。ずっとかぼちゃかぶっとったけんね。ハロウィン気分で。はい、それじゃあ。カートくん、入るよ。一緒に遊んでくれますか？遊ぼう、遊ぼう。お、超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。2回目かな、今日。第1問。第1問。これは何でしょう？ハラミ。答えは。多分。ハラミでした。超アップクイズ。第2問。第2問。これは何でしょう？リゾット聞く。リゾット。答えは。リゾットでした。オッケー。超アップクイーン、最終問題。最終問題。ででん。これは何でしょう？なんだ？ん？生春巻き？答えは。ちょっとなんか透明な透けた感じ。全然違う。どこが透明な透けた感じや、おまるやん。全く違ったんですけど。私、小さい頃使いよったおまるってキティちゃんやった気がする。ね、気がするだけやけど。なんかそんな感じやったような。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。あの、実は、今どうしても、980円。微妙な金額やね。そんな高くもないし。いいよ。え、いいんですか？どうぞ。ありがとうございます。助かりました。980円に何があったんやろ。逆になんか安すぎて、エドしたって感じ。はい、じゃあ道具で犬レンタル券を。はい、どうぞ。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。お礼にこれをあげます。はい、何でしょう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。焚き火をすると、俺のところばかり、煙がやってきます。それは勝手に自分が風下におるだけとかそういうことじゃなくて何。何狙ったように来るのそれ。怖っ。はい、骨付き肉。いただきます。はい。どうすか。めっちゃお腹満たされるね。体が小さいけん余計かな。そういうことじゃない。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。あったねー。新年一発目の曲もきっちり決まってよかったね。